おはようございます。今時刻は4時20分です。ここは山陰本線の鳥取駅。本日は8月の26日月曜日です。今日はこれからどこ行くかって鳥取砂丘、砂丘にはバスで行くことができますが、朝の一番バスが9時からだかな、すごい遅いんですよ。まあ少なくとも早朝に行くのが魅力的な場所の割に早朝行きのバスは走っておりません。まあそんなやってもね、朝乗るお客さんいないから仕方ありませんけど、鳥取砂丘はですね、朝早くに行きますと砂漠のような景色が見られるということなんで、今日ね奇跡的にもずっと秋雨前線でずっと雨なのに、今日ねこう月が綺麗に出てまして、晴れてるんですよ。だから歩いていこうというわけです。鳥取砂丘まで直線距離で4キロほどですが、だから、ね、道がどうもこう斜めになって、歩いていくと7キロ、長いな、徒歩1時間30分少し足早に行かないと日の出の時刻を迎えてしまいますので、まあ、ちょっと頑張りますけどね、よろしくお願いします。鳥取駅も北口の側は随分立派です。こんな巨大アーケードがあります。すごいね、これこんなに横が広いのはなかなか見ませんよ。ずっと市街地行くのかなと思ったら意外と山越えなどもありまして、今トンネルを通行中。まあでもね大丈夫です。気温が20度を言ってませんから、今20度に上がったかなというぐらいです。8月の26日だったのもね、大したもんです。助かります。だいたい1時間で着きました。というよりも駅から1時間で着くように歩きました。鳥取砂丘はもうすぐです。このように波が立っていて、いかにも砂漠的な写真が飾ってありますが、まだ観光客のほとんど入っていない早朝5時半の鳥取砂丘。馬の背の上に一人だけどうもおられるようですけどね、風紋は見られるんでしょうか。で結構真ん中の方まで歩いてきたんですが、もしかしたらこれはただの足跡なのかもしれませんが、でもオレンジ色の朝日を浴びて、いつもの上から照りつける日差し、それを受けて白く光り眩しい鳥取砂丘とは随分見え方が違います。いいな、プレミアムな感じですよこれ。やっぱり景観はいつもとは文句なしに違って綺麗だ。もう砂丘を登る自分のシルエットはさながら砂漠を行く旅人ですが、顔はですね、顔は砂漠のラクダみたいですね。いやー風も気持ちいいし最高だ。もう朝以外に鳥取砂丘の選択肢はありません。夕方はでもいいかなとも思ったんですが、夕方だとね今度海側に太陽が多分回るんで、夕日は綺麗に見えてそれはそれでいいと思うんですが、一方で朝日に照らされる砂丘を見ることはできませんよね。夕日に照らされる砂丘は海側になりますんで、ちょっと光が逆気味になるのかなと思います。おお、あった。もしかしたら私の来るのがちょっと遅すぎたのかもしれませんね。いやこれだよ、私が見たかったのはこういうやつ。ただ他の人の足跡でもうすでに消されています。こういう感じですよね。うまいこと向きを考えれば写真映えもしそうです。お、いいね。さっき途中でサムネイル詐欺だ、うわこんな嘘じゃねえかとか言ってね、引っ込めちゃった方もいるかもしれませんけど、やっぱりこういう景色早く来れば見られるんだな。あ、素晴らしい。まあ、実際にはねちょっと行くともうそこら辺は全部足跡とかで固められちゃってるんで、全体のごく一部を頑張って拡大して写してるに過ぎないんですが、いや綺麗綺麗した甲斐がありましたよ。もっと今度は朝早く来よう。また観光客が夏休みでもねもうすでに来てますんで、もっといないような、冬の時間に来るといいかもしれませんね。その方が日の出も遅いですからゆっくり寝坊もできますし、見るとここは今日できた風紋みたいですね。やっぱりこれ裸足の人ですけど、ここも同じ人でしょうね。裸足の人がねさっき歩いてたんですよ。だからこれもそう、いいな、贅沢にもここを犬一番に歩いて。この足跡がなければこの風紋はより見栄えがしたでしょうけれど、裸足の人がねどんどんそこにも奥にも全部足跡をつけまくってしまいましたんで、別にそういう人が悪いわけじゃないですけどね。だからもうこの辺は写真を撮るのが少し難しくなっています。多分だんだんこんな感じで風紋を撮りづらくなっていくんでしょうね。一方で私の足跡もここに着実につけられていまして、私もこの他の人の足跡と被せたりとかもしてるんですけど、やっぱりねこういう風になってくると後から来る人はもう写真を撮りづらいというか、もう朝の6時に来て、朝の5時半に来てこれですから、そうするとまあだいたい早く来た方がいいということになるのは当たり前ですね。もう1番に来なければダメでしょう。2番はありません。おお、なんだこりゃ。ここまだほとんど人が歩いてないんですが、
この変な謎の筋ができてる。この穴から出てるから何か虫ですね。この中に住んでる虫みたいな生き物が穴から外へ出てきたんだ。あ、よく見るとこっちにもある。辿っていくとどこに行くのかは気になりますが、そうするとこの風紋を壊してしまうのでちょっと今は追いかけたくありません。ここにいい場所を見つけたんですよ。もう少しだけ待てば太陽が昇ってきてここも明るく照らしてくれるはずです。念願の風紋を見つけてまた戻ってきましたが、こっちにはね風紋は見当たりませんけど、でもやっぱりこれも素晴らしく美しい景色ですよね。何が言いたいのかというと、つまり風紋だけが朝の鳥取砂丘の魅力なのではなく、単純に朝日を浴びるこの様子自体もまた本当に素晴らしいのだということです。日が高くなるとどうしても上からベターっとした光が当たるだけで、砂漠のこの起伏、それを感じることはできません。でもね、こう朝まだこういう風に影ができているこの状態だと、いろいろ地形が入り組んでいることが分かって、その広大さを非常に強く実感させてくれます。ちなみに鳥取砂丘は日本で一番大きい砂丘ではなく、一番大きい砂丘とされているのは青森県の下北半島の外側にある岬、砂浜でして、それがね一応砂丘ということになっているんですが、自衛隊の演習場ということになっており、一般人は立ち入ることができないのです。いやはや本当に来てよかった。早起きしてよかった。朝の海風も気持ちいいし、景色は綺麗だし、人はいないし、いいことしかありません。ちなみに今日は夏休み中とはいえ月曜日ですので、もっとね休みの日であればすごい人が増えている可能性はありますから、一応その点だけお知らせしておきます。早くも本日のクライマックスとなった感がありますが、ただいままだ朝の6時です。本日の予定をここでご説明します。ここは今鳥取県の鳥取市。今日はこのように朝が早かったので休むのも早くしようと思います。ネットカフェではなくベッドで休めるドミドリーのようなところ、相部屋の宿に泊まろうかなと思っているんですが、これから鳥取県を西に進み、さらに島根県に入り松江、さらに出雲市あたりで今日は終わりにしようと思っています。もうちょっと西に行くかもしれませんが、まああとは宿の状況次第、よろしくお願いいたします。いつもね鳥取砂丘はもう一回こっちの山のこっちまで降りてきてしまうと、また登ってからもう一度登らなきゃいけなくて帰るのが大変なんで、こっちまで来たことは今までなかったんですが、いやーやっぱり景色が綺麗なもんだからね、ついつい来ちゃいました。いいですね、まあ、今日は涼しいので、登って帰るにも大した手間はないし、朝一番誰もいない海岸、わー綺麗。今回の工程を組むのもいろいろと頭をひねりまして、鳥取方面に行けば今日一日のみ晴れているということが分かりました。そのためここへ来たのですが、やはり天気のいい時に来るべきだと思います。この旅を通じて皆さんにお伝えしていることは、天候の良し悪しと旅の楽しさはかなりの関係があるということです。ただどうしても鳥取砂丘に日程の都合上雨の日に来ざるを得ないという方もいると思いますので、お伝えしておくと、私もね初めて来た時雨の降った後鳥取砂丘に来たんですが、見え方はあまり良くなかったですけれど、しかし登りやすかったですね。だからスイスイに進んでいくことができて、その点は良かったかなと思います。ちなみに鳥取砂丘には雪が降ることもあるそうで、たまにですね砂丘に雪がこう来るようになったりとか、そんな眺めもあると聞きます。まあ、行く目的が違うのかもしれないですが、ホノルルのワイキキビーチよりも私はここの方が好きです。まあ趣向が違いますんで、行けるなら両方行くべきだと思いますけど、ちょうどここにですね、ちょうどよろしい流木がありますんで、これに腰掛けて、ああいい感じだ。これですね、さざ波の音を聞きながら朝ごはんの持ってきたお弁当、おにぎりに行きたいところなんですけども、残念ながら鳥取砂丘では飲食が禁止ということになっておりまして、お弁当を食べることはできません。まあ砂丘の外側に出たら食べてもいいんでしょうから、よいしょ、それは我慢することにします。最近外国を旅するようになって分かったんですけど、日本の観光地のいいところはね、こういう誰もが行くような有名な観光地であっても、そこで観光客相手に物を取ったりとかね、もう変な商品を売りつけたりとか、金をもう騙し取ろうとしたりとか、そういう悪いやつが一切いないということです。もうそういうやつがいるとね、観光地のイメージぶち壊しになりますんで、それだったらまだなんか落ち着いて喫茶店でお茶でも飲んでる方が楽しいんじゃないかって外国でいつも観光してて思うんですけど、いや日本はその点本当に平和でね、安心できて心からその観光地の魅力に浸ることができます。そんじゃまずはこの急な山を登りまして、次にこれを下ってもう一度登らなければいけません。
でもね、さっきまでここに人がいっぱいいたんですけど、まあまあいたんですけど、みんないなくなりましたね。やっぱり朝一の鳥取砂丘を狙ってきたんでしょう。だから多分朝の7時から8時ぐらいの間は空いてるんじゃないかと思います。鳥取砂丘にはエリザハンミョウという砂丘の中のごくわずかなこのオアシスのところにだけ住んでいる珍しい生き物がいるんだそうで、それを保護するためにこのような杭が打ってあるんですが、そうするとその中には立ち入れませんので風紋が何日も残りやすくなるみたいです。だから多分ここに来ればね、割と高い確率で見られるんじゃないかな。実際にこのようになっています。でもあの上の馬の背の上の方がもっと風が強くてはっきり出てます。早朝の時間限定のオレンジ色の照明に灯された鳥取砂丘の姿はもう見納めになり、割と日中の時間帯の見え方に近いようになってきています。でもまだ眩しいっていうほどじゃないな。さてそれじゃあ日も出て暑くなってきたところで、頑張って登りましたが、最後に靴の中に入っていた大量の砂を、あ、そんなに入ってなかったな、砂丘に置いていかないといけないらしいんですよね。砂は水曜どうでしょうが前に砂を勝手に持って帰ったり、水曜どうでしょうと落書きをしたりして大問題になって謝罪広告を打ったことがありました。お、全日空だ。いやーいいな。今度鳥取空港をもし利用することがあったら絶対に進行方向右側の席を押さえておきましょう。鳥取砂丘がよく見えるはずです。朝休んでいたネットカフェを出発してから片時も休むことなく3時間、今バスの出る2分前に帰りのバス停に着きました。行きはバスがないんですが、帰りはですね、あのちょっと離れた砂丘東口というバス停から鳥取駅行きのバスが出ています。ちなみに砂丘までの徒歩の時間が私の場合で1時間30分、砂丘で1時間30分歩きました。砂丘の1時間半が一瞬で過ぎ去りました。自分でもびっくりしています。鳥取駅に戻ってきました。まだ朝の8時前です。ここになっています。これは20世紀の足、立派なもんです。もうすでにカバーをかけて梨の実もできてるのかな。まだ実の時期には早そうです。20世紀の初め頃に生まれた新しい品種の梨で、鳥取県の名物として大変有名。他の名物にはらっきょうやカニなどがあります。結構ね、私鳥取駅高架駅で好きなんですよ。かっこいい駅、シュッとしてますが、南口も北口もどちらも同じような形をしていて、バスは北口から出るということを覚えておく必要があります。駅の南側にはこの辺りの日本神話の伝説、大黒様ですね。これね、稲葉の白ウサギ、皮を剥がれてしまいました。ああそうですか、じゃあガマの葉っぱでくるみなさい。地を与えてくれた大国主の御事です。から歩いて、10分ほどのところにあるネットカフェに滞在しているんですが、あの途中でも外出できるということで、利用時間によって料金が決まるものの、12時間プランの料金が安いので、それで予約して、部屋の中に荷物を置いておきました。まあ、部屋というか自分の区画の中にね。あのパソコンとか重いものは全部置いていったので、それで長距離歩いても疲れなかったというわけです。まあ正直かなりクタクタでしたけど、そういった貴重品は隠しておきました。隙間に差し込んだりとか多分取られてはいないでしょう。朝ごはんもここで食べることにします。ネットカフェでは料理を作っているんですが、まあ、基本あんまり美味しくないのでね、どういうところでも食べないんですけど、あのここの料理はね、1000円で、なんだ、1000円分なんかタダで食べられるみたいな、そういうのがあるんですよ。まあ、ちょっと詳しくはあのまた調べてもらいたいんですけど、気になるか。でもあの昨日も説明したんですが、12時間ここを利用すると2500円ぐらいかかるんですが、しかし、食事は、1000円分ただ、それから、シャワーとかも使い放題ただというわけで、割とコストパフォーマンスは、まあ、いい方なのかなと思います。1000円分の食事ですから、高いものを頼まなければ2回食事できるようです。次の列車に乗るまで時間が余りましたので鳥取駅のご紹介をします。朝早朝に出発していったのが鳥取駅北口、大丸デパートなどもありなかなか栄えています。一方で南口はというとそれほど栄えているという感じはしません。少なくとも北口と比べるとまさに南北問題、まあ問題とまでは言いませんけども、これはもともと鳥取駅に南口がなかったからだそうです。鳥取駅がこのような高架スタイル、かっこいいですね、これになったのは1981年のこと。
田舎の駅では入れ替えという列車の位置をちょっと変更するようなね、場所移動作業みたいなのよくやってる、今でもね鳥取駅でやってますけど、そのせいで、国道が封鎖されてですね、踏切で毎回こういう風に閉まってしまうんで、渋滞が大変なことになってたと。だから鳥取駅を上に上げました。もう地元ではねみんな大はしゃぎだったらしいです。鳥取駅が高架になる、みんなで見に行って、うわーすごいみたいな感じだったらしいんですが、そういうわけで鳥取の、それこそですね、当時の写真とか見ると、あ、これが昔だ、うわーこれマジかみたいな感じの、確かに時代からはですね少しちょっと遅れてる、田舎っぽい感じ。今の鳥取はね都会的ですけど、そういう感じだったのですが、それだけ大変貌を遂げたということで、昔の鳥取駅の部品を持ってきてですね、鉄道記念公園などというものが作られています。多分どれも昔の鳥取駅で使っていた本物なんでしょうね。どう見てもそうですよね。この橋を渡りください。松江、米子、下関方面、私がこれから向かう方面でも、こうやって見ると当時の鳥取駅は確かに田舎っぽい感じでしたけど、すごい屋根が高くてね、今こんなに屋根の高い駅ってありませんから、これはこれでなかなか威厳のある様子だったに違いありません。そういうわけで、この鳥取駅南口周辺は、せいぜいここ3、40年ぐらいで開発をされた地区で、もともとは駅の裏手に過ぎなかったわけですよね。なんですけど、いつも気になってたんですが、これです。今までね動画で喋ったことなかったんですが、この電灯ね、見るとなんか飾りが凝ってて、戦前の日本で作ったような形をしてるんですよ。これなんかもそうです。ここのね、この部分とか、ここのこういうのなんかね、こう彫り込んであったりとかして、どう見ても古そうなんだけど、でもこの南口周辺は新しい場所だし、そんなに古いもんじゃないだろう、多分昔のデザインを意識して作ったんだろうなぐらいに思ってたんですが、この電灯、この辺りにすごいたくさんありますんでね、ちょっと通りかかった時にこの看板がついてるのを見つけたんですけど、見ると分かりますか、これ鉄道神戸明治41明るい41と書いてあります。これ明治41年に神戸で作った伝統なんでしょうね、多分ね。もしかしたら伝統じゃない違うものだったのかもしれませんが、ともかく相当古い何か鉄道関係で使っていた鉄の柱のようです。この伝統は駅前広場にもあるし、その道沿いにもね、ここにもまたこれ同じように立ってますし、ずっと奥の方の鉄道公園の方まで続いています。だから明治の伝統がこんだけずらーっと駅前に並んでるっていうことで、これも鳥取駅の隠れた見どころなんじゃないかと思いますね。ちなみにあそこにおそらく入れ替え中と思われる列車が止まってますけど、昔あれを地上でやってまして、踏切をそのまま塞いだりとかもしてたので、それ考えると確かに、あ、これは随分良くなったんだなと思われます。さて、さらに駅の高架に沿って200メートルほど進み、前方に見えてきましたのは何の変哲もないスターバックスコーヒーですが、鳥取県では貴重な存在です。これは鳥取県内唯一のスターバックスで、全国で唯一スターバックスが存在しなかった鳥取県において初めてできた、またただ一つだけのスターバックスコーヒーの店舗です。鳥取県は実際に人口密度が全国でワースト1、ちなみにワースト2は、これから向かう島根県なんですが、このスターバックスコーヒーが存在しないということで、鳥取県がいじられるネタにもなっていました。鳥取にはスタバがない、できました、ちゃんとできました。山陰方面にはあまりスターバックスはないようです。やっぱりね、物流の関係で持っていくのが相当難しいんでしょうね。沖縄にセブンイレブンがないのと同じようなもので、1個できればもしかしたら近くにもう一つできたりとかするのかもしれませんが、ドライブスルー対応、こんな森などを配備してなかなか本気を出してやっているようです。ちょっとね、時間がないんでお茶一杯ぐらい買ってってもよかったんですが、すぐ列車に乗ってしまいます。なんだかんだ駅前で見どころがあり、40分の待ち時間は退屈しませんでした。すみません、さっきね、鳥取の人口密度ワースト1みたいなこと言ったかもしれませんが、人口の数がワースト1です。島根県はワースト2というわけですが、人口密度では鳥取県はもうちょっと上のはずです。島根県よりも鳥取県の方がね、人口密度は確か高かったんじゃないかな。人口密度の最低は北海道となっています。あまりにも土地が広すぎるからです。今日の青春18切符の日付は2日目。なんかね、5回分使い切っていることが多分1回もないと思うんですけど、青春18切符を実は旅行の途中で人に譲り渡したりとかいろいろやってますんで、そのおかげで使い切っている場合がないのですが、切符自体はそろそろ全部使い終わるのかな。うわ、混んでる。もう高校生が8月26日、本日から新学期になってしまったようです。しかし、一つお隣の小山駅で
1個ボックスを手に入れました。これはね、鳥取みたいな大きい駅から出発する場合には、あの荷物が少ない人と相席した方がいい。そういう人を選んでそこに座ればもう1駅か2駅、まあ、せいぜい10分も待てばみんな大体降りていってしまいます。市内の移動に JR を使っているという人がほとんどですから、まあ、これをうまくすれば席の確保にはそれほど困らないわけです。梨の産地として知られる倉吉、近くには温泉もあります。この駅で乗り換え、起きたのが朝の4時ですから、もう感覚的には昼過ぎ、夕方、それぐらいになってきてますね。もう疲れました、クタクタです。だから今日は倉吉でちょっと立ち寄っていろいろ見ていくのも良かったと思うんですが、午前中は列車に乗ってぐったりとしているだけとさせていただいております。キハ40っていうのは座り心地もよく快適です。本当におむね滋賀県から山口県までを管轄する JR 西日本は、ホーム上のベンチに寝ている酔っ払いの人がおっとっと起き上がってそのまんまホームに落ちるということを防ぐために、線路と垂直向きにベンチを配置することをやっています。普通駅のベンチってのは線路と平行向けに設置されるんですけどね、これは JR 西日本特有で田舎の駅でもかなり徹底されています。その JR 西日本は民間企業としての態度を貫くのが、まあ、かなりしっかりした会社であるということも知られていて、儲からないローカル線に対しては積極的な投資をするということはしません。ですからいつまで経っても旧態依然の車両が通ります。この山陰本線もまたそうだったのですが、地元の島根県、それから鳥取県、それらがしっかりとお金を出して、そのお金で新しい車両、線路の改良などを行い、早く走れるようになりました。この車両もかなりの高性能ですが、それも JR 西日本に対して地元自治体が支援をした結果です。大阪から特急が来ましたんで、このお客さんが乗り換える前に自分の席を取らないといけません。この列車はね、座席の間隔が広くて快適なんですけど、その分席の数は少なくなっているので、海側の席が取れなくなるかもしれません。早く行かないと。実際大荷物のお客さんが多かったんで、私の考えは当たっていました。早く乗り換えてよかったです。この車両はさっきのよりも前後のボックスの間隔が広いんですが、しかし座席が結構垂直に配置されていて、掛け心地はそれほど良くありません。しばらく寝ておりまして、山陰線御厨駅に着きました。ちょっと面白いことになってですね、列車が2つ止まっておりますけど、両方とも米子行き。何分寝てる間の出来事でよくは分かってないんですが、この先の大仙口駅で信号が故障したらしく、もう1時間ぐらいこの列車は止まってるみたいです。ずっと寝ててね、気づかなかった。いきなり運転手さんが呼びに来て、すいません、お客様はどちらまで行かれますか。あ、ちょっとすいません、あれどこ行くんだっけな、今寝てたんでよく分かる、あれすいませんとか、わけのわかんない受け答えを運転手さんにしてですね、行き先を思い浮かべたところで、今なんかお客さんが全員外に吐き出されてきました。何でもこれより先に行ける見込みがないので、この列車はこの駅で運転打ち切り、反対方面の鳥取側に引き返す列車になってしまうようです。米子には向こうに停まっている快速の米子行きが先に行くということなんですが、ただそれも運転再開の見込みは立っておらず、何分混んでいますので、私はとりあえずこちら側でしばらく、なんていうの、涼を取るっていう言い方しますよね、涼んでおります。向こうの快速列車は本来この御厨に停車する列車ではないんですが、普通列車から乗り換えるお客さんのためにドアを開けてあげました。珍しいことです。乗客も運転手さんにいろいろ質問をしますが、運転手さんだって情報が入っていないので訳は分からなくなるというのが、こういう時の鉄道の一般的な出来事です。乗客はどっちの列車が出るんだとか、運転再開は何時頃ですかとか、そういうのを運転手さんにいろいろと聞くんですが、しかしそういうのは鉄道係員でも分からず、いやそんなこと自分に聞かれてもこっちが知りたいよと答えたくなるのが、まあ、普通のことだそうです。これは友達の鉄道員から聞きました。またこの先この普通列車の運転がなされなくなり、快速列車のみになっても、快速列車は途中の駅を通過して各駅に停車する措置は取られないそうです。だからこの列車に乗って途中の駅で降りる予定のお客さんもいるわけですが、それをどうするのかという問題があります。それについては代行のバスを設定して、それで各駅に停車しながらこの先米子へ向かうようです。代行のバスの手配、
運転再開が何時になるかなど何も決まっていない状態です。まあ、ちなみに12時半に再開するということだったんですが、現在12時半でして、12時半になったら13時半が再開予定と変わりました。そんな状態ですんで、まあまだ快速列車に乗り換えるタイミングは早いかなと。この列車の車内はもう私と通学の高校生1人だけになったようですが、しばらくはのびのびと滞在することにします。親切な運転手さんに案内されて全員バスに乗り換えることになりました。列車は両方とも空。この山陰で一番古い御厨駅、ただの無人駅のこの駅舎にこんなに人がいるなんて感動的なことです。しかし感動してる暇はないな。バスに乗り遅れるなんてのはこういうことです。おーすごい消火水槽だ。 JR の人たちも皆さん関係者の方がいろいろ来てるんですが、それで平謝りっていう感じ。関係者の方そんな別にすごい偉い人は来てませんけど、作業員さんとかね、運転手さんとかすいませんでした。いいんですよ別に、たまには壊れます。代行のバスに乗って米子駅に着きました。まあなんだかんだ相当の遅れを持ってきましたけど、でもこれから先出雲市方面まで乗り換えれば、松江には3時頃到着できるようです。で一番大きな駅は米子駅。鳥取駅の方が人口は多いし、まあ県庁所在地なんですけれど、鉄道駅は米子の方が立派で重要な場所でもあります。記者の方から差し入れもらいました。白バラ抹茶シュークリーム、これね、この地方特有の、まあ、白バラ牛乳っていうのがあるんですけど、それで作ったシュークリームなんだな。大仙乳業用冷蔵だからすぐ食べちゃおう。ではごめんなさい、終わり方が唐突で申し訳ないんですが、ちょっと再生数の兼ね合いから次のネタもまた面白いところへ行くと思いますので、一旦ここで動画を切らせていただきます。再生数が少ないとそもそも旅行が成り立ちませんからね。面白そうなネタが見つかった時は動画を分割するというせこい技を使うこともあります。すいませんが、動画の継続のために明日もちゃんと動画が出るはずですので、お楽しみにということで、次は島根県方面です。よろしくお願いします。ありがとうございました。